というわけで、日本の若者諸君、君たちにも侍の血というものが流れておるのであって、それはいつ目覚めるともしれない素晴らしい潜在能力なのであるということを申し上げ、私の最終講義を締めくくりたいと思います。長らくのご清聴どうもありがとう。先生、授業終わりですか？なんか俺最近目覚め悪くて。お前は目覚めんでええよ。はい、授業はこれで終わります。目覚めたら侍いたりして。それ怖いんだけど。